そうですね、ツリー自体が3メートルほどありますので、それに約500個ほど。何本ぐらい作ったんですか？1本？そうですね、我々が今作っているのは1本ですね。これは他の皆さんも作りたいななんて声はあります？そうですね、もうその2006年からこの活動をしてまして、はい、で年々自分たちも作ってみたい飾りたいという声がありますので、はいはい、今だとその県内、愛媛県内では20カ所近くに飾られるようになりました。これは真似したくなりますよね。そうですね、はい。で今年なんかは県外からですね、三重県の 南伊勢町ですかね、の市民グループの方からもお声掛けいただきまして、はいはい、実際にメンバーが制作の指導をしたり、点灯式にお祝いに駆けつけたりもしましたけど。ところで、そのみかん王子の皆さん、今日は何をしてるんですか？今日はですね、年末年始を道後温泉街で過ごそうという観光客の方に対してですね、せっかく道後に足を運んでいただいているので、みかんのプレゼントをしましょうということで、順番に配っているところですね。近くにいますか？あ、いますよ。声聞けますからね。ぜひ。あ、ちょっと呼んでみますね。おじい。おじい。こんにちは、竹内正友です。長井隆です。竹内隆です。おー、そろいました。誰か代表してお話聞かせていただけますか？はい、私長井隆です。あ、長井さんね、はい、いただいた写真の中では長井さん一番左かな？あ、そうです、私が一番左です。ね、一番左が長井隆さん。はい、おー、なかなか爽やかな顔ですね。ありがとうございます。で、観光客の皆さん、今日の活動の反応いかがですか？はい、そうですね、今日お配りしているみかんが浦島市の吉田町という、まあ、愛媛県の中でも非常に代表的な産地のもので、糖度が12度以上のすごく甘いみかんなんですよ。なんで皆さんも喜んで受け取ってくださってます。みかん王子の皆さんは今年海外でのキャンペーンにも参加したそうですね。はい、そうですね、今年香港のデパートでちょっとキャンペーンの方をやらせていただきました。どうでした、香港での反応は？そうですね、2年前に一度メンバー4人のうち2人で行ったんですけれど、はい、その時の反応がちょっと良かったのが、今年は4人揃って行かせていただきまして、ちょっと PR ソングなんかも作って歌ってみました。PR ソングがあるそうそう、ね、その曲の、ね、CD がこちらに届いてますんでね、はい、ラジオの皆さんにもね、聞いていただきましょう。愛媛みかん王子が歌うオリジナルソング、曲のタイトルはあなたのハートに愛媛みかんです。どうぞ。
ってんの、あの、みかん王子の皆さんですか。はい、メンバー4人で頼まれます。ちゃんとハモってましたね。お上手でしたよね。いいえ、もう、とんでもないです。メンバーの4人はみんな愛媛県の出身ですか。はい、愛媛県出身です。これは振り付けとかもあるんですかね。あ、振りはどうなんですか、これは。踊りの方も、一緒につけて踊って、歌って、はい。では、最後になりますけれども、今後の抱負を教えてください。はい、今年の愛媛県はですね、天候に非常に恵まれて、外と海のバランスが取れた近年まれに惜しい味覚になりましたので、これから寒い日が続きますが、お正月もぜひ食べていただきたいなと思います。でまた年が明けるとやかんをはじめ2月頃から出荷されるシャキッとした食感と濃厚な食味が特徴の、これは愛媛県でしか今生産されてないんですないんですが、寒ぺいというもの、またとろりととろける食感で濃厚でジューシーな味わいのせとかなど、さまざまな美味しい柑橘が旬を迎えます。特に受験生の皆さんにはやっぱり洋館でビタミン C を補給して、ぜひいい洋館感じてほしいなと思います。なんか言いましたね。そうですか。はい、皆さん、まだね、この後も少し活動があるのかもしれませんが、ご苦労様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。みかん王子ということでね、ご紹介いたしましたが、地元松山にそういう、恥ずかしい、なんか恥ずかしいね、これからね。そうですね、先輩としてはなんか照れるね。で僕もね、愛媛みかん観光大使とかっていうのを担当されてるんですか。県の方が任命されてるんですけどね、何もしてなくてみかん食べるだけですね。口で食べてるだけ。美味しいことは美味しいですね、愛媛のみかん。美味しいビタミン C までたっぷり、丸くて小さくて可愛くてって、ね、歌がありましたからね、どうぞ。このみかんビタミン C を取るとなんかね、風邪もひきにくくなるとか、はい、そんな話もありますよね。冬場にはちょっといいわけですよね。松山なんかに行くとね、愛媛みかんは真面目なみかんですって広告がいっぱい出てるんだね。真面目なみかんってふざけてるでしょ。真面目なみかんってあるのかどうかっていうね。どんななんでしょうね。会ってみたいですね。でもね、はい、さあ続いてまたこのコーナー行きましょう。笑いを収め謎かけ問答をお送りいたします。はい、時代もたくさんご紹介してまいります。今日は漫才飛び込んだ井口さんにも読んでいただいて、師範代として参加していただいています。では先ほどの途中から、はい、行きましょう。続きですね。私です、はい、東京都にお住まいの70代の男性アルキメデスさんの作品です。年末とかけて育児放棄と説く。年末とかけて育児放棄と説く。その心は。世話しない。世話しない。あ、なんかいかがでしょう。まあね、いい声が出るよね、これね。そうですね。その心は。飛び出すとなかなか戻りにくいものです。はいはいはい、はい、そう、これチューブからね、ちょっと出ると、はい、ああって言っちゃった。そうなんですよ。戻そう戻そうと思ってもね、戻んないですかね。戻んないんで、これが4本ですか。4本でした。うん、戻さなくていいよ。そうですね。磨いちゃえばいいですか。そうそうですね、みんなで分ける、うん、たっぷりつけて。うん、そうなんですか。いや、やっぱ戻したくなるんですよ、やっぱ出しすぎる ね、もったいないと思いますもん ね、もったいないと思いますね。そうなんです。あのお薬なんかでもね、はい、チューブに入ってるお薬、あ、ピュッ、あーちょっといっぱい出ちゃった、分かりますね、つけすぎじゃないよな、ちょっと戻そうと思って、あの横のスペースをこう押してみたりとかね、はいはいはい、引っ込むことが できるんですが、あれはね、あ、そう、うまくね、あのちょっとこう隙間を、空気が入るとね、そうそうそう、ちょっと
明治安住野さんからいただいた作品です。ふるさととかけてすずめの学校と解く。ふるさととかけてすずめの学校と解く。その心はじいじいはは、じいばばじいじいかがでしょうか。あら、意外にそこ止まりですか。あ、もうちょっと、もうちょっと伸びるかなと思ったんですけど、はね、こういうの僕もちょっと苦手なんだな。あ、苦しいじゃないですか。この苦しいところ、この面白さありますけどね。この苦し紛れっていう感じ。そうですか。なあ、私はこれ8本あげたいなと思って一生懸命今歌ったんですけどね。安住野さんと同じようなこうセンスしてんでしょうかね。長野県の HG 安住野さんの作品でした。続いて愛知県の40代の男性、大福さんの作品です。ふるさととかけて最近の住宅の屋根と解く。ふるさととかけて最近の住宅の屋根と解く。その心は変わらないのが良かったりします。変わらないのが良かったりします。どうでしょうか。まあ、ふるさとは変わらないな。ね、そう、ただこれちょっと読めちゃうね。ああ、屋根、最近の屋根っていうと変わらない。変わらないですね。なるほど。はい、というところで、交通情報のお時間になりました。はい、ここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターの吉田さんです。お願いします。はい、はじめに北海道地方の状況です。道央道は雪や事故のため通行止めになっています。道央道は雪のため滝川インターと旭川高須インターの間は上下線とも通行止めです。このほかワッサムインターと標津見淵インターの間はトレーラーなど車6台の事故のため上下線とも通行止めになっています。東北地方では山形道下り線の関沢インターと山形蔵王インターの間は乗用車2台の事故のため通行止めです。このため下りの関沢インター出口で2キロ渋滞しています。常磐道は震災の影響で広野インターと常磐富岡インターの間は上下線とも通行止めが続いています。続いて関東甲信越地方の状況です。東名高速道路上り線は神奈川県の伊勢原バス停付近での事故の影響で山北バス停まで18キロの渋滞です。下り線は大井松田と御殿場インターの間の右ルートの東山トンネルでの事故の影響で1キロの渋滞。さらに下りは静岡県内の売りトンネルで3キロ渋滞しています。中央道は山梨県の笹子トンネル付近で下り線を使った対面通行になっています。上りの勝沼インターの入り口は引き続き利用できません。このほか中央道は下りの飯田インターで3キロ、長野県と岐阜県の境にある恵那山トンネルで1キロ渋滞しています。中部近畿地方の状況です。北陸道下り線は福井県内の武生インターでの事故の処理は終わっていますが3キロの渋滞です。東名阪道の上りは三重県内の四日市インター付近で11キロ、下りは鈴鹿インター付近で5キロ半渋滞しています。中国四国地方、九州沖縄地方の車の流れは順調です。道路交通情報センターの吉田でした。笑い納め謎かけ問答をお送りいたします。今度は根づちのところからね、はい、紹介していきましょう。はい、福島60代の男性ですね、釣り道楽人さんの作品です。年末とかけて大きなおならをした後と解く。年末とかけて大きなおならをした後と解く。その心は身が出そうな感じです。はい、いかがでしょうか。力作ですよ、ね、力作です。あ、そうですか。見つか、あ、今のおかしいですけどね。おかしいですけどね。これは本当くだらなくていいですよね。良さはいいですよ。もうね、すごくくだらない良さの時っていうのは、僕はそれはそれで素晴らしいと思う、ただね、それはね、鉢鳴らしちゃいけないと思うんですよ。あ、一本がいいんだね。あ、本当はね、一本とか、へこくがいいんだね。へこくはね、
いや、そういうもんですよね。素直にそれをね、認めないと言いますか、なんていうんですかね、あえてこう、そうです、採点もずらすみたいな、うん、だからですか、このポンポンっていうのの数なんかに左右されない、ようにね、頑張ってほしい、そうですね、へこんの時には、実は、うん、本当はすごくいいかもわかんない、うん、なるほど、見ずに出していいんですね、そうですね、こう、見出しを控えた今、この時点だからこそね、身が出そうな感じで、これがね、本当に素晴らしいなという感じがいたしました。そう、まあ、厳密に言えば、大きなおならをした時だけじゃないんですけどね、あのおならの音量と変わらない、はい、違う、あの、別に関係ないんだよね。師範、分かりました、そうですね、厳密に。速やかにあの解説をしていただきまして、ありがとうございます。あんま掘り下げなくていいですよね、そうです、そうです、はい、次行きましょう。次は私の方から紹介します。大阪の70代の女性、パールバーバーさんの作品です。ふるさととかけてガソリンと解く、ふるさととかけてガソリンと解く、その心は廃屋もあります。廃屋もあります。いかがでしょう、これ。廃屋、はい、あガソリンね、ガソリンのね、廃屋ガソリンがありますよね。すると、まあ、故郷のハイヤって言いますか、ハイオークですよね。ちょっと分かりにくいな、これ。なるほど。4本でした。はい、うん、まあ、あのラジオの謎かけ問題の場合はね、耳で聞いてどれかが分かるかっていうことを、ね、聞いてどれかが分かるかっていうことね。これ漢字で見ればね、ハイオークとかハイヤって書いてね、そこまでの連想がなかなか行きにくい、ね。はい、今田舎のうちみんな立派になってたりするからね。廃屋は少ないでしょう。そう、あ、そうかもしれないですね。では続きましていきます。鹿児島県の30代の女性、あやこさんです。ふるさととかけてガソリン満タンと解く。ふるさととかけてガソリン満タンと解く。その心は？給油が済んでます。給油が済んでます。お、ふっと出ましたよ。うん、惜しい、もう一踏ん張りだな。一踏ん張り、あ、ちょっと足りなかったですか、うん、そうですか、給油と給油はちょっときついよね。あ、なるほど、なるほど、そうですか。満タンね、ガソリン満タンですから、うん、まあね、給油が済んでるというね、はい、まあ、ちょうどこの年末大晦日で今、帰省の途中のね、車の中でお聞きの方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、確かにこの時期ならでは の、うん、この、まあ、解き方ではね、ありますね。はい、続いていきましょう、はい、千葉県40代の男性、浦賀奉行さんの作品です。はい、ふるさととかけて昔の彼女と解く、ふるさととかけて昔の彼女と解く、その心は名前が変わっているとショックです。あ、そうですよね。